まあ今ね、ひろみさんがおっしゃっていただいたみたいに、生き生きと好きなことを表現して輝いてる女性、持ってるものを惜しみなく分かち合ってる女性、まあ、いいねをね、もらおうとしなくても、そういうふうに本当に自分らしく輝いてる、で、持ってるものを惜しみなく分かち合ってるってすごい大事で、私たちって意外とケチってんですよ。だって知ってることとかもしかして出したら誰か喜ぶかもしれないのに、それを出さないようにしてたりとか、まあいろんな意味でね、分かち合えてないんじゃないのかなっていうふうに思います。特にお金の面とか、いろんな面でまだまだ滞ってるなって思ったとするならば、それは何かね、出し渋ってんじゃないのかなっていうのをちょっと思ってもらえるといいかもしれないですね。まだまだ何か出せるものがあるんじゃないのかな。で、ここでお金とかがもっと欲しいなと思った時に、つかみに行くとすごい辛いんですよね。なんで、なんかまだ自分の中に出し渋ってるものがあるんじゃないのかなっていうのを意識してもらえるといいかなと思います。なんで、まあ、発信も含め自分のことで好きなことを表現してやっている女性には、人もお金もそんな女性をほっておかないですよねってことですね。で、もう一回ね、発信のメリットっていうところをちょっと考えてみてほしいんですけど、人はね、どうしてもね、やりたくないっていう方向の方が強くなっちゃうんですよ。やっぱり今と同じでいいやとか、そんなもんやってどうすんだとか、いろんな疑いが出てくるのね。SNS 発信なんかやったってしょうがないじゃんよみたいな。でも、このね、惜しみなく分かっちゃってる女性って別に SNS だからとかじゃなくて、やれることをやるっていうことだけじゃないですか。だけど、なんかそんなことやってもしょうがないよみたいにね。すぐなんか、まあこれね、自分のことも含めなんだけど、なんかすぐ拗ねちゃうんですよ。そんなことやらなくてもいいじゃんみたいな話はね、これからもうちょっと丁寧にやっていくんですけど、まずもって、じゃあ、自分がね、例えばインスタでも何でもいいですけど、これはやってみてもいいかもって思ったものが、思った以上にやってみたら発信のメリットがあったなっていうのは、やってみなきゃわからないと。やる前にそんなやっても大したことないんじゃないとか、なんか自然体のままでやればいいんじゃないのとかっていうふうに考えていくと、それは本当なんだろうかってことなんですね。本当にのびのびやった先っていうのは一体何なんだろうかってところをもう一回ちゃんと想像してみてもらいたいんですけど、じゃあメリット、一つ皆さん媒体選んでもらいましょう。私もまあ、人と出会えるっていうのはね、まあ、サマンサ・スイートウォーターさんとか、トマカエルとか、ものすごいこう繊細で素敵なヒーラーさんがいて、日本に来た時にジョイントさせてもらったりとか、お手伝いしたりっていうようなね、いろんなことをやらせてもらうことになったんですね。もう本当に、本当に何だろうな。ザ・ヒーラーみたいなおもかゆとかね。本当に素敵な男性だったし、サマンサも本当に女性性を開いてくれるというか、この2人と私自身が出会ったこともすごいし、その2人が日本で提供したものの素晴らしさとかはやっぱ間近で見れたんで、良かったんですけど、自分にとってもね、本当に。皆さんにとっても。そういうことの導きになったのも、まあ自分自身が、まあ小さいとはいえ、その満月の瞑想会をずっとやり続けていたりとか、それに伴って、まあ発信ってね、そんな言うほどでもないけど、まあ、ぼちぼちなんか Facebook やってたりとか、ブログやってたりとか、小さかったけど、続けては来てたんですよね。で、それに対して少人数だけでもやっぱりこう応援してくれてる人たちがいて、っていうのがあったんで、まあ、それ出会ってね、なんかやろうってなったのもね、朝瞑想してたら突然サマーさんの顔がお写しになったっていう事件があって、それで、ああ、そうだ、今日本に来てるんだなって、通訳友人だから、その友人に声かけてみようと思って、今日瞑想してたらサマーさんの顔がね、お写しになったんだけどって言ったら、じゃあ来てみればって言われて、じゃあ行きますみたいにこう言って、で、行って本人に、なんか今日瞑想してたら、あなたの顔がお写しになったから来て、何もね、参加する予定とかなくてごめんなさいね。なんか何もお金払ってないの、ここに行ってみたいなこと言ったら、いや、ね、ありがとう、なんかね、ちょっとなんかあるんだよ、みたいなことになって、それが縁で、そこからこうお手伝いすることになって、実際になんかひらめいたとしても、自分自身が何も持ってなければ、そこでなんか話が展開していかないんですよね。よかったよね、とかっていうことで終わっちゃう。だからやっぱ出会いを作っていくっていうのは、こちら側にもやっぱり舞台とか用事があるからね、シナジー効果みたいになっていくわけで、そういうチャンスも自分でね、作っていけるんじゃないのかなっていうふうに思います。で、あと、ゆかさんが2番目言ってくれた写真とかね、感性、カラフルっていうのは、それも本当にそうで、出すと磨かれていくんですよ。出すと、これ不思議よね。特に感性とかっていうのは、もちろん素晴らしい作品を最初から出せればいいんだけど、出せないじゃないですか、私たちって。出すことによって売り磨かれていくんですよ。なんだろうな、皮の石がだんだん丸くなっていくみたいに、最初なんか全然ゴツゴツだったけど、実際に皮の中に入っていくと滑らかになっていくみたいな感じで、やればやるほど自分を知っていきます。やればやるほど自分を知っていく。で、逆に、まあこれはね、SNS 苦手でほとんどやってない人っていうのは、やっぱり自分を見るのが苦手な人が多いですよね。
自分自身をあんまりなんか詳しく知りたくないとかっていう人も多かったですよ。もちろんそんなんじゃなくてね、研究者で研究熱心でそんなことしてる場合じゃねえよみたいな人もいるけど、でもまあそういう傾向にあるんじゃないのかなっていうふうに。だから人のためっていうのは本当に発信することがね、自分のためになってるっていうのは何回も私自身も思いましたね。もちろん人にもねそれで喜ばれるから一石三鳥ぐらいの感じはあるまあその発信のメリットねいろいろあるんですけど、まあビジネス的な発信のメリットはもう今日は置いといたとして、それはねあの上げたらもうキリがないんですけど、まず皆さんおっしゃってたように、まあ出会いとかね導きがあるっていうのはもちろんなんですが、その先にね、たとえインスタだけだったとしても、それってこう、いわば世界に穴を開けるみたいなもんなんですよ。ダムもね、小さい穴が開くだけで崩壊するじゃないですか。それと同じで、小さい窓口を開くことによって、それこそ世界レベルの自分自身の心が広がっていくっていうことによって、自分らしい世界がね、いつの間にか作れるようになるんですよ。作れるようになるって言い方変だな。自分らしい世界が向こうからやってくる。気がついたら、あれ？なんか、この私で十分楽しいとか嬉しいとか面白いとかって思う人たちに、友達もそうだし、仕事仲間、仕事の内容もそうだし、お客さんもそうだし、っていう世界がね、気がついたら待っています。うちの夫もそうですけどね、本当にあの私の変なとこ死ぬほど見てるのに、そのままでによってね、あの言ってもらえるありがたさというか、それがね、気がついたらできてると思う。その上で豊かさも待っている。で、たかだかね、インスタかもしれないんですけど、やっぱりこう、一つは全部じゃないですか。一つこうね、自分が心のハートを開いて、穴を開けて世界とつながっていくってことを腹を決めると、全部がやっぱり広がっていく。もしかしたら他のメディアもやることになるのかもしれないし、インスタだけかもしれないけど、ハートが広がるイコール、やっぱり出会った時の感覚とかも全然変わるんですよ、人とね。やっぱ自分は開いている人として会えるから、そうするとつながりもね、絶対深くなるじゃないですか。でもこっちがハート開いてなかったら、どんな素敵な人と会ってもね、多分コネクションできないんだよね。まあそういう感じのことがあるんじゃないのかなっていうのと、またそのちっちゃいことでも分かっちゃっていくと楽しいんだなっていう感覚を知っていかれることだと思います。もう本当に自分にとってはどうでもいいっちゃあれだけど、まあ普通の当たり前のこととしてやってることがいかに喜ばれて応援されるかっていうのが、これはもう本当に頭で考えても分かんないよね。自分は思ってる以上に周りから応援されています。それがね、すごいよくわかります。発信していくと。最後は、これはもう皆さんが繰り返し言ってたことなんで、わかってると思いますけど、自分を知れるんですね。出してみて初めてわかるんですよ。自分の中でぐるぐるしてるときってわかんないじゃないですか。自分をやっぱ出すっていうこと。その世の中にこう出ていく。ピュアな自分を怖がらずに出していく。裸のままで世の中に出ていくっていうことをしたときに、あ、私ってこうなんだとか、私ってこういうこと感じるんだとか、ものすごく自分を知っていかれる、自分を大切にしていかれるチャンスになるっていうふうに思います。なのでね、たかだかインスタって思考では思うんですけど、実はね、ものすごくいろんな深い意味がそこにはあるんじゃないのかなと思います。何しろね、皆さんがやったらいいっていうふうに心の中では思ってることだから、潜在意識上ではね、やったらいいっていうのはかすかな声なんですよ。本当に大きな変化が起こるようなことって。むしろね、別にやらなくてもいいんじゃねみたいな感じのレベルのささやきに耳を傾けられるようになると、もう人生がね、ゴン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 変わってきますねなんだ、本当はすげえやりたかったんじゃんみたいなことに気がついたりするかもしれないし、いろんな感覚が湧いてくると思います。出し惜しみっていうのは、だからこれも自分にまさに言いたいんだけど、皆さんあのね、みかんとかリンゴとか死ぬほど持ってる状態なんですよ。余ってたら配るじゃん、普通。夫婦二人で食べきれないなとかさ。思ったら分かっちゃうのに、分かっちゃうのにずっと持ってんのに、どんどん腐っていくみたいな感じだから、もっと分かっちゃったら当然ね、いいことがあるわけですよ。またお裾分けも返ってくるし、今度米返ってきたみたいなね。だから SNS 発信ってこんなレベル。インスタって難しく考えずに、あ、みかんいっぱいあるからあげよう、みたいな。リンゴいっぱい中から送ってきたから分かっちゃおう、みたいな。こうしたら米と味噌もらっちゃったわ、代わりに。こういう感じでインスタを捉えてください。なんかインスタで発信みたいなんじゃなくて、あのみかんとリンゴありますみたいなこんなレベルです、こんなレベルっていう風に捉えてもらうといいんじゃないかな。さっき言ったね、人もお金もそんな女性は放っていかないよねっていう状態になってくるのね、みかんとリンゴをどんどん余ってるからあげるよってやってる人のところにね、なぜかやってくるわけですよね、人もお金もね。でもやっぱりケチってるところには来ないんですよね。何をケチってるのかも逆に発信してみると分かると、あ、まだまだこんなのが言えるじゃん、こんな風に持ってたわ私っていう自分の隠れた才能に気がつくっていうのも発信のメリットかなというふうに思い
ます。